皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は e ベースボールパワフルプロ野球2020のファミ通紹介をしていきたいと思います。最大のボリュームを誇るパワプロ最新作、人気野球ゲームパワフルプロ野球シリーズの最新作です。プロ野球選手データは2020年シーズンに対応した最新版を収録しています。空飛ぶ球場で世界を回るパワフェスや選手を育成するサクセス、プロ野球選手生活を体験できるマイライフなどシリーズでおなじみのモードを搭載しています。最大4人までの対戦協力プレイに対応しています。サクセスは大学野球編です。3つのシナリオが用意されていて、シナリオごとに異なるゲームシステムで育成が楽しめます。さらに楽しく遊びやすく進化しています。各モードに新要素が追加されて遊び応えもアップします。シリーズ史上最大のボリュームを堪能できます。まあ、パワフロといえばやはりおまけ要素でなんか強い選手を作ることができるんですよね。なんか4ではなんか明治旅立ち編みたいな、あのゲームはまあ難易度が高いながらも結構面白い RPG 要素がありましたね。というわけで今回はこの辺で e ベースボールパワフルプロ野球2020のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。